ピンポンパンポンなのだ。先輩、最近ゲームにハマってるみたいだね。そうなのだ。どんなゲームやってるの？格ゲーなのだ。格ゲー？格闘ゲームなのだ。難しそうだ。実際難しいのだ。たくさんボタンを押してコンボとか決めるんだよね。それがなかなかうまくいかないのだ。肝心なところでコンボをつなげれなくて負けてしまうみたいなことがたくさんあるのだ。つなげられないだね。む、今先輩、つなげれないってラヌキ言葉使ってたよ。それの何がいけないのだ。いや、ラヌキ言葉って間違った日本語でしょ。あし、文化庁のホームページで見たことあるよ。ラヌキ言葉は間違いだって書いてあったよ。おい、この化石ババア。え、ぶち食らわすぞなのだ。急にどうしたの？僕はラヌキ言葉を間違いだと指摘するやつに全員顔面パンチすると決めてるのだ。変な決意だ。ちょっとこいつを見やがれなのだ。何これ、辞書。三、せい、ど、国、ご、じ、天なのだ。第8版だね。去年の末に出たばっかりなのだ。急に辞書なんて取り出してどうしたの？いいから黙ってみるのだ。寝る。何何？気楽な話し言葉などで上一段下一段の動詞にられるの代わりにれをつけて、見れる、出れるなどという。ちゃんと辞書に用例が載ってるのだ。シーラカンスじゃないんだから、言葉の変化にちゃんとついてきやがれなのだ。お、ごめんってば。このアンコンタンが中指立てんな。薬指だからいいのだ。ややこしいことすんな。というわけで、三省堂国語辞典にもあるように、ラヌキ言葉は生の日本語なのだ。二度と指摘しないでほしいのだ。もし次に指摘しやがったら、はしごかけて顔面にパンチしてやるのだ。やりすぎだよ。それにしても先輩、こんな時代に辞書なんて持ってるんだね。意外だよ。どういう意味なのだ。いや、今の時代、わかんない言葉があったらネットで調べるのが普通じゃない？朝は辞書なんて持たなくていいと思うんだけど。紬の言わんとしてることはわかるのだ。実際ネットで調べた方が楽だし早いのだ。でしょ。最近はネットの情報だって正確なものが多いし、ネットの方がコスパがいいよ。全くもって同意なのだ。ただコスパ云々とは方向性の異なる豊かさが辞書にはあるのだ。どういうこと？紬、恋愛って何なのだ？え、いきなり何？恋愛という言葉の意味、紬はどう考えるのだ。うわ、難しいな。ブン。人と人とが互いに相手を思うことみたいな。素敵な解釈なのだ。なんか恥ずかしいな。ちなみにネットで調べるとこんな感じなのだ。特定の人に特別の愛情を感じて恋したこと、またお互いにそのような感情を持つこと。すごいわかりやすいね。僕もこの説明は嫌いじゃないのだ。ただここで三省堂国語辞典の語尺も見てほしいのだ。こいつなのだ。どれどれ。お互いに相手を大切に思い、性的な結びつきも強めたいと思う気持ち。なんだこれ、さっきのと全然違うね。後半部分がすごい。マジですげえのだ。でもナンパ怒られそうだよ。余計な一言っていうか。その余計な一言が素敵なのだ。ひょっとして三省堂国語辞典ってこんな感じの辞書だったり。一字が万字というわけではないけど、大体こんな感じなのだ。面白いね。バカクソ面白いのだ。ただ三省堂国語辞典について話をする前に、恋愛の語尺といえばこれという辞書について紹介するのだ。また別の辞書。何々。恋愛、特定の異性に特別の感情を抱いて、二人だけで一緒にいたい、できるなら合体したいという気持ちを持ちながら、それが常には叶えられないで、ひどく心を苦しめる、稀に叶えられて歓喜する状態。句読点を除くと全部で87文字の語尺なのだ。言葉の説明にしては長い気がするね。あと、なんだか読んでて違和感だったよ。もう一回読んでみるのだ。ぷん、恋愛、特定の異性に特別の感情を抱いて、二人だけで一緒にいたい、できるなら合体したいという気持ちを持ち、できるなら合体したい、合体したい。なんだこれ、合体って何？アクエリオンなの？トム・ブラウンなの？落ち着けなのだ。そこだけじゃないよ。説明の後半部分もやけに具体的だよ。特にカッコでくくってある部分に謎のこだわりを感じられるよ。と言っても間違いではないのだ。恋愛感情の中には間違いなく合体したいという願望はあるだろうし、その願望が成就することはそう頻繁にあるわけではないはずなのだ。それにしたってすごい表現だね。辞書っていうより文言みたいだ。ちなみに現在は社会状況に配慮してよりマイルドな表現になってるのだ。そうなんだ。でもこれが国語辞典に載っていたことがあるなんて驚きだよ。しかもこの辞書、皮肉や流行語を扱うようないわゆるエンタメ本ではなく、日本を代表するような権威も実績も兼ね備える国語辞典に掲載されてたのだ。なんて辞書なの。
新明会国語辞典なのだ。知ってるよ。アーシュが通ってる塾の自習室に置いてあるよ。赤い表紙のやつだよね。ちなみに日本で最も売れている小辞典の一つなのだ。小辞典。辞書は収録母数によって大まかに小中大と区別されるのだ。じゃあ新明会国語辞典が一番小さいタイプの辞書なんだね。と言っても大体8万項目あるのだ。多いのか少ないのかわかんないな。さっきの三省堂国語辞典の第8版の収録部位が8万4千項目なのだ。あんな分厚いのに小辞典なの。あくまで辞典としては小型ってだけなのだ。普通に生きていく分には小辞典で十分なのだ。なるほど。ちなみにこの新明会国語辞典、一部の界隈ではめちゃんこ有名なのだ。語尺が面白いからだね。そうなのだ。新明会国語辞典の面白い語尺を取り扱った本がベストセラーになったり、尖りすぎた語尺がクレームを招いたり、いろいろあったのだ。だから一番売れてる辞書になったんだね。いや、それはちょっと違うのだ。違うの？確かに新明会国語辞典はいろいろと面白い歴史を持ってる辞書なのだ。ただこの面白さと売り上げの多さは実はあんまり関係ないのだ。じゃあなんで新明会国語辞典は日本で一番売れる辞書になったの？その理由はとても簡単。ただ単に新明会国語辞典がいい辞書だったからなのだ。いい辞書？どういうこと？せっかくの機会なのだ。今日はこの新明会国語辞典ができるまでの経緯と、数十万の言葉の海にただ知性だけを携えて挑み続けた静かな二人の狂人について紹介するのだ。なんだか面白そうだね。新明会の話をする前に、まず最初に紹介すべきなのは剣坊という男なのだ。剣坊？剣坊秀俊、東京帝国大学文学部国文科卒の秀才なのだ。さらっと東大卒なんだね。この剣坊という名の男こそが全ての始まりなのだ。詳しく教えてよ。まず1939年、教科書や地図を主に出版している三省堂が新たな国語辞典を作る企画を立ち上げるのだ。新しい辞書。三省堂は昔から辞書出版社としてもそこそこ知名度があり、当時でもすでに小辞林という小型辞典を出版していたのだ。ただこの小辞林は文語で書かれているものだったため、他の出版社の公募で書かれた辞書に遅れを取っていたのだ。文語？公募？文語とはいわゆる書き言葉のことなのだ。ただ今で言うところの書き言葉とはかなり違っていて、平安時代の語彙や文法が独自に進化したものだったため、普通の人にはなかなか読めないのだ。だから公語、つまりは話し言葉で書かれた辞書の方がより多くの人に売れたのだ。なるほど。だから三省堂は他の出版社の辞書と同じように公語で書かれた新しい辞書を作ろうとしていたってわけだね。そういうことなのだ。そしてその新しい辞書を作る仕事を任せられたのが剣坊秀俊だったのだ。早速剣坊が登場だね。当時剣坊は24歳、東大の大学院の学生だったのだ。まだ学生なのに辞書を作るのなんか大変そうだけど、これにはちょっと事情があるのだ。というと？実は三省堂は最初、金田一京介に辞書編纂の監修を任せるつもりだったのだ。金田一京介、なんか聞いたことあるよ。金田一京介は普通にバカクソ有名な言語学者なのだ。三省堂としては有名な言語学者に監修についてもらって自社の辞書に箔をつけたかったのだ。なるほど。有名な言語学者が監修をしてるとなると信頼できそうな気がするよね。ただ金田一はこれを断ったのだ。断っちゃったの？そりゃ一流の研究者なんて自分の研究だけで手いっぱいなのだ。本業がうまくいかなくて YouTube に逃げたりする弁護士や医者なんかとはわけが違うのだ。やめとけ。でも確かに研究と辞書作りの両立は難しそうだね。金田一に断られた三省堂はどうしたの？困ったんじゃないの？もちろん困ったのだ。ただ金田一はここで剣坊に声をかけたのだ。というのも金田一は東大で教鞭をとっており、自身の生徒に剣坊がいたのだ。その剣坊に自分の代わりに辞書を作らないかと持ちかけるのだ。え、でもそれじゃ金田一が作った辞書にはならないでしょう。箔がつかないよ。これもちょっと複雑なのだけど、いわゆる名義出しというのがここで行われたのだ。名義出し？簡単に言うと金田一が作ったわけではないけど金田一が作ったことにしたのだ。詐欺じゃん。大詐欺なのだ。ただ当時の辞書界隈ではこういった名義出しは頻繁に行われていたらしいのだ。そうなんだ。とはいえ三省堂もそう簡単に素人に辞書作りを任せるわけにはいかない。剣坊にその資質があるか面接などでチェックしたのだ。どうなったの？当然合格したのだ。むしろ実際に辞書を作るとなると一体が複数ある言葉はどうしますか？例えばウサギという漢字は3種類ありますがどれを使えますか？といった質問をして面接官を驚かせたのだ。まさに秀才っぽいね。ただ剣坊の凄さはこれでは止まらなかったのだ。当初
三省堂は剣豪に対してそれほど大きな役割を任せるつもりはなく、既存の辞書である小辞林を公語文に直すだけの作業を剣豪に頼む予定だったのだ。確かにすでにある辞書を公語文にするだけならそんなに難しくはないかもね。ただ剣豪はそれでは足りないと言い出したのだ。足りない？何が？もともと三省堂は他の出版社の辞書に勝つために新しい公語文の辞書を作ろうとしていた。でも単に公語文の辞書を作っただけでは他の出版社の辞書の後追いにしかならず、あまり意味がないと剣豪は考えたのだ。でも文豪公語に直すぐらいしか変えようなくない？いや、剣豪は小辞林や他の辞書を熟読した結果、3つの改革案を打ち出したのだ。3つも？まず1つ目は引きやすいことなのだ。というのも当時ほとんどの辞書は歴史的仮名遣いで見出し語が作られており、剣豪はこれが非常に良くないと考えていたのだ。歴史的仮名遣い？これも平安時代の仮名遣いを独自に進化させたわけわからんものなのだ。具体的には同じ項と読む漢字でも、実際に調べる際にはこんな具合に歴史的仮名遣いで調べなければいけなかったのだ。これは大変だね。剣豪はこれを表音式にしようと提案したのだ。表音式？栄養だったら栄養、労働だったら労働といった感じで純然たる発音の形にしたのだ。なるほど、歴史的仮名遣いよりは絶対こっちの方が便利だよね。次に剣豪は分かりやすいことを編集方針として打ち出したのだ。分かりやすい？例えば大図と調べたいとき、多くの辞書では豆科の一年草といったように百科事典的な書かれ方をしてたのだ。でもそれじゃ大図を知らん人間には全く想像もつかないだろうと剣豪は考えたのだ。確かに。だから剣豪は百科事典的な書き方をなるべくしないようにしようと方針を立てたのだ。なるほど。そして最後に剣豪は現代的であることをこの辞書の目標としたのだ。現代的？ざっくり言うと伝統や文化的な思想に左右されずに、載せるべき言葉を客観的に判断するよう心がけたのだ。なんか難しそうだね。そうでもないのだ。戦時中だから外来語は載せるのをやめようだとか、若者言葉だから載せるのはやめようだとか、そういった言葉の選別を徹底してやらなかったのだ。かっこいいね。バカクソかっこいいのだ。もちろんこんな提案をされるとも思っていなかったから、三省堂の人間は剣豪にビビったらしいのだ。最初は文豪公語に直してもらうだけのつもりだったんだもんね。ただ剣豪の凄さはまだこれで終わりじゃないのだ。まだ終わりじゃないの？実際に辞書作りに取り掛かってからも凄かったのだ。もうすでに相当凄いんだけど。まず剣豪は三省堂の小辞林と他の出版社の辞書を見比べて、他の出版社の辞書には載っているにもかかわらず、小辞林には載っていない言葉を徹底的に調べ上げたのだ。2冊の辞書を通読したってこと？5尺まで全部読んだかどうかはわからないけど、見出し部は全部読んだはずなのだ。やば、途方もない作業でしょ。毎朝5時に起きてはずっと作業をしてたみたいなのだ。大学院にも行かなくなったため、剣豪は行方不明になったと噂されてたらしいのだ。そうなんだ。たださすがに一人で辞書を作るのはとても重労働だったらしいのだ。そりゃそうだよ。だから剣豪はここで助っ人に手伝ってもらうことにしたのだ。助っ人？東大時代に同期だった山田忠夫という男なのだ。これで2枚の速度で作業が進むね。いや、話はそう単純じゃなかったのだ。え、人手が2倍になるなら作業スピードも2倍にならない？本来ならそうなるはずなのだ。でも剣豪はどういうわけか山田に光悦の作業以外何も任せなかったらしいのだ。どうしてだろう？それは剣豪にしかわからないのだ。きっと自分の力だけで成し遂げたいという思いがあったのだと思うのだ。才能のある青年期の男の人ってそういうところがあるよね。非効率的になったとしても自分のやり方を貫くというか。その通りだと思うのだ。ただこの剣豪の才能は青年期の多少の頑固さなど品にも欠けなかったのだ。どういうこと？まず最初に言っておくと、辞書なんてものはたくさんの人間が集まって数年かけて作るものなのだ。10年以上かかるものもあるって聞いたことあるよ。剣豪は何年かけたの？1年と3ヶ月なのだ。え？1年と3ヶ月なのだ。めちゃめちゃ早くない？マジのガチで爆速なのだ。三省堂の人間全員がひっくり返ったのだ。それひっくり返るよ。しかもこの新しい辞書の原稿は本来基盤とする予定だった小辞林とは似ても似つかないぐらい全く新しいものになっていたのだ。文豪公語に変えるだけのはずだったのに丸々全部新しいものにしちゃったんだね。ちなみにこの辞書の名前は明海国語辞典なのだ。新明海国語辞典にそっくりだ。今出版されてるのは明海国語辞典の後継だから新明海なのだ。なるほど、つまりこれが新明海国語辞典の前身なんだね。名付け親は山田忠夫なのだ。剣豪じゃないの？意外だ。原稿執筆はあんなにこだわってたのに。剣豪にとって重要なのは中身だけで、
看板をあまり重視してなかったのかもしれないのだ。そうかもしれないね。それでこの明海国語辞典は売れたの。61万部売れたのだ。ちゃんとベストセラーだ。ただ売り上げ以上にこの明海国語辞典は聞きやすさを重視した標音式の見出しや適正語とされていた外来語でも平気で掲載する姿勢から現代的な辞書の先駆けとなったと言われてるのだ。今の辞書の形の講師なんだね。ただこれで剣毛や山田が有名になることはなかったのだ。どうして？例の名義貸しのせいなのだ。そっか、金田一京介が作ったことになってるんだよね。実際は一行たりとも書いてないみたいなのだ。それなのに金田一京介の手柄になっちゃうんでしょ。剣毛は怒らなかったの？1ミクロンも気にしてなかったらしいのだ。それどころか感謝してるらしいのだ。心意気まで天才のそれだね。さて、明海国語辞典が出版されてから数年後、日本は敗戦国となるのだ。ポツダム宣言後だね。剣毛は敗戦がショックだったようで、数年ほど体調を崩すのだけど、1949年頃、無事仕事に復帰、再度明海国語辞典の作成に携わるのだ。あれ、戦時中に完成したんじゃないの？辞書や教科書なんかの類は数年おきに改訂されるのだ。そっか、一回完成してそれでおしまいってわけじゃないんだね。一度実績ができたということもあって、これぐらいから剣毛には仲間ができ始めるのだ。少年漫画的展開だ。もちろん東大出身のエリートばかりだったけど、中には初版の際に剣毛の原稿の校閲をしてくれていた山田忠雄もいた。そういえば初版の時は剣毛全部自分でやりたがってたよね。改訂版の時はそうならなかったの？改訂版の時は山田の意見も積極的に取り入れていたみたいなのだ。急にどうしたんだろう。おそらく初版の時に一人でやろうとして相当苦労したと思うのだ。天才が協力を覚えたんだね。ちなみに剣毛の自伝に山田と女の語尺について意見を交換し合ったといった内容の記述がされてるのだ。いい協力関係だったんだね。そういうこともあって明海国語辞典の改訂版の作成は順調に進み、1952年無事に出版へと至ったのだ。おめでとう。そしてこの改訂版がバカみたいに売れたのだ。どれぐらい売れたの？初版と合わせて600万部売れたのだ。少年漫画じゃん。使いやすくて言葉の偏りのない現代的な辞書が見事戦後の社会に受け入れられたのだ。剣毛の目論見通りだったわけだね。600万部という数字は本当に圧倒的で、全国各地の中学校の指定辞書にも選ばれ、辞書市場を独占することとなったのだ。辞書の王様だ。まさにその通りなのだ。あらゆる出版社にとってこの明海国語辞典は辞書の一つの完成形となったのだ。なんだか足まで嬉しいな。ただこの時は剣毛も山田も知らなかったのだ。頂点に立った者だけに課せられるとある宿命よ。え、何？どうなっちゃうの？今日の話はここまでなのだ。え、続き気になるんだけど。と言ってももう休憩時間が終わるのだ。続きはまた次回なのだ。そんな。それじゃまたななのだ。うん、またね。僕には結構的に理由したで。例えば若い子と女は新キャンプに行くって何はありませんで、一緒に一緒と目になくしていると女の方が重くなって臆したわけです。何はなんかい、その目が強い羊馬と言われて父親の深田の話いよいよ最後のことも忘れようとすると女は嫌がるんです。それそうですよ。しかし深田というと結局男の履いているズボンを貸してくれって言うんです。男はしょうがないからズボンを脱いでやるとズボンの人一発を履いてないもんですから、このまま分子で剥がれてしまう。女はびっくりしてしかしそれを見て知ってやすくその辺から始まる。そんなようなもの。